ちゃお、あっちゃんです。久々に鶏ハムを作ろうかなと思います。今回ね、あれで作ろう、ヨーグルトメーカーで作ろうと思ったけども、牛乳パックの間ないわ。また今度です。牛乳パックが当分開く予定ないな。まだうまいもんな。とりあえず、また今度です。やから、今度というか、おかまちゃんでいきます。はい、鶏皮めくります。よいしょ。はい、今回も切り目入れるのやめときます。このままいきます。まずフォークでブス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 よいしょ。ここに塩コショウ。ハーブで叩いておきましょう。押さえてで裏返して、で塩。ジップロックに入れます。ジップロックを小に入れます。ここでね、形を整えます。
な感じで、ね、ちょっとたたきを整えておきましょう。この子のね、形を整えておきましょう。で、水を張ったところにそーっと入れるとちょっと水張らなくなる。ピンクになる。これ知らんかったの、教えてもらって。この前探せよな。ピンクになったんで、はい、これで今ちょっと空気入ってみます。うん、ピンクになったんで、これでおかまちゃんにします。この水を瞬間に沸かしてね、あちあちでいきます。あ、ちょっとちょっとちょっと、よし、OK。 で、水を入れます。で、見てこのように入れておきます。これでお釜にします。はい、お釜ちゃんにしたら保温、これで1時間保温します。はい、おかまちゃんにおかまちゃんが呼ばれたんで来ました。やかましは、はい、痛い、はい、ということで、おかまちゃん開けたいと思います。とりあえずオフにしてパカーン。さあ取り出してみましょう。はい、塩コショウの方を取り出してみます。よいしょ。さあどうでしょうか。この瞬間がちょっとね、緊張の一瞬です。おっ、いい色。ちょっと待って、はい、いい感じ。では食してみましょう。うん、完璧。まっちゃん天才。完璧です。ではね、これをね、これをね、冷やします。このね、中途半端に40度ぐらいが一番最高温度ね。だからその温度域を早く足した方がいいか、出した方がいいからね。だから水の中につけて、冷水冷やしていきます。じゃあもう一回、こっちハードの方。まあね、1個ができてるってことはもう1個もできてるってことなんですね。
これだね。よいしょ。まっくる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 。はい、いい感じ。切り口完璧です。よいしょ。はい、切れてるんだ。では、ちょっと、試食しましょう。まあ、やば、めっちゃしっとりしてる、うん、おいしい。これね、今日はちょっと夜のね、晩ご飯、夜の晩ご飯って、あの夜ご飯来たんで見ましょう。もう冷やしておきます。はい、ということで、おかまが作るおかまちゃんハムでした。はい。ということで、また、いろんな料理に使いたいと思います。ではまたね。バイバイ。あちゃんの、おかまで作る、おかまがおかまで作るやかましいわ、というね、鶏ハム。よかったよと思ってくれた人は高評価を。で、何、うにゃうにゃ動いてるの、なよなよしてるの、おしっこしたのに違うわ。おかまです。やかましい、おかまちゃうわ。おかまや、どっちもやわ、もう。はい。おかまちゃんで作る鶏ハム、よかったよと思ってはくれた人は高評価を。で、またあちゃんの、おかまちゃん料理、おかまのおかま料理見てくれるっていう人は、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。やかましいわ。はい、ではまたね。バイバイ。いいとかなの、ね。